はい、おはようございます。西尾です。今日も一日撮っていきます。ぜひ最後までご視聴ください。お願いします。おはようございます。早いですね。はい、入れてみます。え、おしゃれやん。こう入れてみて、あ、それであの注意書きですね。この容器がちょっとこの下に向かってこうある裾が広がっていってるタイプなんで、はい、あのそうなるとラベルが貼れるところって基本まっすぐなところでないとこう広がってしまうんで、それ分かってないわと思って、でも大体はこんなもんやと思いますよ。実際充電してみてこうモコモコモコって山になったりとかするとやっぱり全部ちょっと入れないとかになってきたりするんで、これ柔らかいからいけるかなと思うんですけど、今から前に勤めてたスタッフなんで見せてみてみたいと思います。撮っていい？あ、全然。え、すげえ、めっちゃ可愛い。ありがとうございます。わ、すげえ。そうやな。てか、いいわ。めっちゃいい。リンちゃんおるかなと思った。ほんまや、誰かおるかな。いいな、やっぱ。やっぱ、この床がいいよな。それで乾かしとく。先生、もらいきれていいか。あ、マジです。一緒に。あの、一緒に。これは。ああ。じゃあ意気込みを。一ヶ月3000万ぐらいあげるみたいな。3000万あげます。すごい。そう。見えてきた。行って喜んでる。初めてのシャンプーだね。かわいそう。ほんまかわいそうやな。イバちゃんがかわいそうって意味やで。いいな。ここ見ていい？うわー。でも可愛い。こんな映画見て。
レアな、皆さんがね、最高やな、こんな業務あるよね、業務めっちゃいいな。しかもあのなんとか浸透浴、これいくら機械？これでも13万円つけるだけなんです。このタオルウォークはネタだったらどうですか？はい、いかがだったでしょうか。素敵なお店でしたね。彼女は2年ぐらい前にまで、約10年ぐらいかな、うちのネアガーテンで勤めてくれたスタッフになりまして、で、キッサロンかな挟んで、この度独立するっていう感じになったので、すごい声かけていただいて見に行って、やっぱいいですね、なんか自分の城みたいな感じでね、すごい素敵な空間で、僕自身、まあ、独立して10年なんですけど、10年前も一緒のような感じで、お店作ったなっていうのを思い出させてもらって、初心に帰ったような気持ちになったので、また頑張ろうかなと思います。本当にひがちゃん頑張ってね。はい、で、またまあ、報告です。4月の19日、20日、東京の表参道でサロンワークいたします。で、19日はおかげさまで満席になりました。ありがとうございます。この YouTube 見てくださったお客様でも結構来てくださりますので、すごい感謝してます。本当にありがとうございます。あとでツイッター枠で、20日も出ることにしたので、20日の昼過ぎからかな、ご予約まだ空いてますので、もし、関東に住んでいる方で、一回来てみたいなとか、西尾に髪切ってもらいたいなっていう方がいらっしゃいましたら、概要欄のインスタグラムの方に飛んでいただいて DM の方を送っていただきますと対応させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。これからも定期的に東京の方にはちょっと足を運んでサロンワークしようかなと考えてますので、ぜひぜひコメントだったりだとか、あとインスタグラムでぜひ DM ください。で、今月なんですけど、またあさって撮影をちょっとします。1日かけて撮影するんですけど、もちろんヘアスタイルの春夏の撮影と、あとこういうね、ラビネスの商品を絡めた撮影をちょっとしようかなと思ってます。で、こういう様子も YouTube でまた上げていくつもりですので、そこも撮影してちょっとまた流していくので、ぜひ興味ある方はぜひ見てください。で、この YouTube も夏までにちょっと1万人行きたいので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。で、僕自身美容室もそうですし、このヘアケアブランドとしても日本一のヘアケアブランドを目指してやってます。で、まあ、美容室はね、何が1位とか、ちょっと予約の数だったりだとか、その売り上げだったりだとか、人気度合いとか、まあいろいろあるとは思うんですけど、まあ、僕はもう誰もが知ってる、まずはヘアケアブランドで、それは美容室がやってるっていう、で、美容師さんがそこでも働けるように、美容師以外でも活動の幅を広げれるように、で、こういうふうにメーカーをやると、もちろんヘアケアメーカーでデザインしたりだとか、あとプロダクトを作るっていうのもそうですし、それを絡めた撮影だったり、動画の撮影、静止画の撮影もあるんですけど、そういうのでヘアメイクとして発揮できたりだとか、あと、まあ、ファッションとかね、そういうのも含めて、やっぱりセンス磨ける環境になるし、やっぱり環境を数多く用意することがすごく大事かなと思ってます。なので僕自身もそれに甘んじることなく、腐らず、しっかりやっていきたいと思ってます。ですので、ぜひ応援してください。そしてチャンネル登録と高評価とコメントもぜひぜひよろしくお願いいたします。YouTube も毎日更新していきますので、ぜひ、はい、応援してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。リンスがなくてもさらっとしっとりまとまるノンシリコンアミノ酸系オールインワンシャンプークレモル。僕の美容師人生20年の知識が詰まっています。